はい、こんにちは。佐大臣三永です。本日は、徳川義信の17回目最終回です。晩年。まず前回までの話です。明治元年1868年、義信は静岡へ移り、戊辰戦争、西南戦争と時代が大きく動く中、趣味生活に没頭したというところまでが前回の話でした。明治20年にもなると、明治政府の地盤はいよいよ固まり、 旧徳川はは脅威でななくなっていきました。そうした背景から明治20年1887年10月31日明治天皇が千駄ヶ谷の徳川宗家へ強行します。これは寛永3年1626年三代将軍家光の時に小水の天皇が二条城に強行して以来261年ぶりの天皇の徳川宗家強行でした。 天皇家と徳川家の和解という意味合いがありましたが、吉信は静岡にいて加われませんでした。明治21年1888年3月6日、吉信一家は高野町から西草深へ転居します。これも歩いて10分ぐらいですかね。東海道線の布設で徳川邸が線路内に含まれていたことによる転居でした。 子供たちは就学、結婚で、次々と吉信のもとを離れていきます。当主厚氏が学習院も卒業後、松平春学の娘、里子と結婚し、東京、千駄ヶ谷に新居を構えました。これは徳川宗家の家里と、かつ海舟の内衣によるものでした。母、富宮が亡くなり、長女、京子が満20歳で亡くなり、 妻、三子も亡くなりました。幕末の動乱期を共に生き抜いた、同志とも言うべき、松平春学も、松平片森も相次いで亡くなります。吉信の身辺は寂しくなっていきました。明治21年1888年6月、吉信は11位を授与されます。これは公爵になるための前段階でした。 この頃から趣味生活にも変化が生じます。あまり体力を使わないものになっていきました。狩猟と釣りは減り、弓道が体力維持の手段となっていきます。ビリヤードをたしなみ。また写真は引き続き趣味の中心であり続けました。静岡在住の写真家、徳田幸吉の指導により、人物も風景も植物も撮りました。 レコードを聴き、コーヒーをたしなみました。そのうちに東京移転の話が出ます。年齢と健康面から、また、末の子二人が学習院に編入したことにより、寂しさが増してきたことによるものだったようです。明治三十年、1897年、11月13日、慶喜一家は、久能山東照宮に参拝し、浅間神社に参拝後、 静岡県知事に挨拶を済ませると、11月16日、人々に見送られ、静岡を出発、東京へ向かいました。やがて菅野に今日定めます。菅野時代の吉野の交友関係は、有栖川の宮家の10代、竹人親王との交流が挙げられます。吉野より21歳年下の親王ですが、吉野と竹人親王は親しく交わりました。 吉信の母、富宮は有栖川家から出ており、吉信と有栖川家のつながりは深いものがありました。その竹人親王の働きもあり、明治31年1898年3月2日、明治天皇、昭憲皇后と吉信が対面します。客賊の汚名が30年ぶりに注がれた形です。以後、吉信は日記を再開し、 九州の行事にも参加するようになります。明治三十二年、1八九九年、九州に参大し、その帰りに柴増上寺、寛永寺に参拝しました。先祖の霊廟に徳川の名誉回復を報告するためでした。当年一月十九日、勝海舟が没します。長年、吉信にプレッシャーを与え続けてきた勝海舟が亡くなったことで、 吉野部は心理的な枷が外れ、いよいよ自由となります。11月3日、明治天皇より天朝節に招かれ、官兵式に参加しました。晩年の吉野部はまさに悠々自適と言っていい生活でした。自転車に乗り、散歩を楽しみ、写真もたしなみ、神田・錦町の近畿館で活動写真も見ました。 明治34年1901年12月24日、巣鴨から小石川区小日向へ移ります。現在の東京メトロ丸の内線明ヶ谷駅と本郷三丁目駅の間あたりです。豊島線現 JR 山手線巣鴨駅の開業に伴う喧騒を嫌ったと言われています。そしてこの小日向が終焉の地となりました。明治35年 1902年6月3日、公爵を授与されます。渋沢栄一らの単元によるものだったと言われています。また天皇皇后の行幸に伴うセレモニーにも参加するようになります。明治20年代から30年代にかけては歴史資料の編纂や評価に関わります。また渋沢栄一の歴史書編纂事業へ協力しました。歴史家からのヒアリングに応えて、 歴史の記録を作りました。渋沢栄一による徳川慶信公伝の編纂に慶信自身がチェックを加えました。まさに慶信にとって過去と向き合うための時間だったと言えるでしょう。その背景には、幕末は遠い過去となりつつあり、薩長の反幕政治にも陰りが見えていたこと。幕末史の再評価が進み、特に 大政への評価が上がが上っていたことなどが挙げられます。大正2年1913年11月22日早朝風からの肺炎により亡くなりました。去年77渋沢栄一が葬儀委員長を務め葬儀は親式で行われました。何しろ朝廷を敬ってやまない慶喜でしたので葬儀も 仏式式ででではなく、行ったようです。そのため徳川家の菩提寺である増上寺でも寛永寺でもなく上野の谷中霊園に慶喜の墓は建てられましたこれは葬儀を親式にしたために寺が反発したためと言われていますちなみに初代家康の墓は日光東照宮にあり15代慶喜の墓が谷中霊園にありその他の徳川将軍の墓は全て 増上しか寛永寺にありますちなみに16代徳川家里は寛永寺に墓があります。なので慶喜のみが谷中霊園に葬られているということで、やはり15代の将軍の中でも特異な存在であったといえるでしょうね。幕末のドラマチックな活躍から、名式のマイペースな趣味三昧といえる暮らしっぷりは全く別の人生のようで、福沢諭吉などは、 一心にして二世を送ると表しています今回私が徳川慶喜の生涯を見渡してみて感じましたことは本当に天が全うできてよかったなぁと何しろ徳川将軍ですから最後の徳川将軍ですから捕まって首をはねられたり切腹ということになった可能性だって大いにあったわけですそれが明治に入っても悠々自適で暮らして 趣味生活を満喫し、天津さえ徳川の名誉まで回復され、大往生を遂げることができたというのは、我が国の歴史の特性を示しているかなと思います。例えば、子供や、えー、従者に至るまで皆殺しにされた例だってあるわけですよ。そうはならなかった。慶、え、喜、ー、は明治に入っても悠々自適の、えー、生活を満喫したということが、 吉野部個人の人間性がどうこうということを超えてですね、なんとなくのんびりした我が国の歴史の特性を示しているかなと思います。聞いてわかる日本の歴史、幕末の動乱。幕末は難しいそう思っていませんか幕末のペリー来航から鳥羽伏見の戦いまでを語ったオンライン講座です。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。徳川吉部配信に伴い割引価格で販売します。 お申し込みはお早めにどうぞ。本日も佐大臣三永長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。